はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、無料のスケッチアプリオートデスクっていうのを使って、こういうプロダクトスケッチのですね、簡単な書き方を紹介していきます。で、今回使うこのオートスケッチっていうアプリなんですけど、無料のアプリなんですけど、すっごい多機能で、本当に初心者の方から上級者の方まで楽しめるスケッチアプリです。で、もうね、絶対ダウンロードしてほしくって、私も激推ししてるアプリなので、今日はちょっとこれの使い方の紹介っていう感じなんですけど、これの1個前の動画で、オートスケッチの全ツールの細かい使い方っていうのをですね、徹底解説してます。なのでできればですね、1個前の動画に戻ってもらって、でそれ見てからこの動画を見るってやってもらった方が分かりやすいと思います。一応概要欄の方にですね、その1個前の動画リンク貼ってるので、そこからジャンプしていってください。で、今日はこのオートデスクの蒸気ツールっていう面白い機能があるんですけど、それを使ってこの椅子ですね、私が使ってるエッグチェアって呼ばれる椅子なんですけど、これのスケッチを描いていきたいと思います。で、例えばこういうスケッチを描きたい人、こういうのプロダクトスケッチって呼ばれるんですけど、例えば車とか、あとはなんだろうな、ドライヤーとか時計とかかな、そういうプロダクトのスケッチを描くときにこのオートデスクはすごい向いてるんですね。なので今日はこのプロダクトスケッチの描き方です。なのでこういうイラストね、描いてみたいっていう人はぜひ必見なので、最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあオートデスク立ち上げていきましょう。立ち上げると白いキャンバスが一番初め開かれると思うので、今回はですね、画像トレースって言って、この上に画像を載せて、その上から線でなぞるっていうやり方を取っていきたいので、画像配置していきます。画像配置するときは上のですね、画像ボタンのところを選択すると写真アプリが見れるので、その中から自分の好きな写真を選んでください。で、今回はですね、私が使ってるこのエッグチェアを配置したんですけど、指でピンチイン、ピンチアウトで大きさ調整で、で、上のタブのところで上下反転、左右反転とかもできます。で、矢印マークみたいなのがあるんですけど、それでこの、微調整ですね、上に行ったり、左右に行ったり、微調整をすることができます。で、位置が決まれば完了ボタンで、ホームに戻ってください。で、右側にですね、レイヤー調整のパネルがあるんですけど、この画像のところタップしてもらうと、不透明度っていうスライダーが出てきます。で、ここで、不透明度下げてですね、ちょっと見えるぐらいにしてください。で、その後、上のプラスボタンを押して、新しいレイヤーをですね、1個上に追加してください。画像の1個上に白い空っぽのレイヤーがある状態です。で、この空っぽのところに線を描いていきます。で、ブラシはですね、左のバーにいろいろたくさん並んでます。で、一番上のタブのところをですね、開くと、ライブラリーっていうパネルがあるんですけど、そこに、この左の一覧に並んでない、もっともっとたくさんのブラシがこの中に潜んでるっていう感じですね。で、この中の今回は、レガシーっていうグループの中のインクペンってやつを使っていきます。で、インクペンは結構筆圧をしっかり感知してくれるペンで、弱く書くと細くなるし、強く書くと太くなります。で、オートスケッチはですね、3本指で、右に行くと進むで、左にスワイプすると戻るの操作になります。で、下のところにちっちゃいボタンがあって、これ押すと、ショートカットパネルみたいなのが出てくるんですけど、この中のダブルパックって呼ばれるやつをですね、開いておいてください。こんな感じで画面の中にボタンが2個出てきます。で、これは、ブラシの太さと色を、自由に変えれるボタンなんですけど、例えばブラシのところをタッチしたりとか、カラーのところをタッチ。で、左右にスライドすると、ブラシの太さをそこで変えることができます。例えばこんな感じで右にどんどん引っ張ると一瞬でブラシの太さが太くなるというような感じです。で、これ出しておくとすごく便利なので、ぜひこのダブルパックは画面に表示させた上で、絵を描いていってください。で、こっからですね、この画像の上をこうやってフリーハンドでなぞっていくんですけど、ちょっとね、なぞってみると、こうやって自分で全部フリーハンドでなぞるとなかなかうまく描けないんですよ。で、ちょっとガタガタしちゃったりとかね、ずれちゃったりするので、ここでちょっと定規っていうね、おすすめのツールを使っていきます。で、定規はこの上のツールバーの真ん中ぐらいに、ルーラーと呼ばれるツールがあります。定規は英語でルーラーと呼ぶんですけど、このルーラーツールの中3つあります。で、真ん中の曲線ルーラーっていうのを選んでください。
で曲線ルーラーを押すとこういう山型のね、定規みたいなのが出てきて、この端っこのボタンみたいなのを動かして曲線の、定規を使ってこんな感じで綺麗な、ラインを作っていくっていうようなものになるんですけど、これを画像に当てて、でそこでなぞって描いていくっていう手法を今日は紹介していきます。じゃあちょっとこの右側の側面から始めていきたいんですけど、この3点のボールをアップルペンシルで移動させて合わせます。でその状態でブラシの太さ調整して、でなぞっていくと、ギュッと線を引かずにちょっと優しい目に引いてあげると綺麗なラインが作れます。で、それができたらどんどん次に進んでいく感じです。次はお尻の部分ですね。椅子のお尻の部分のカーブを作って、でなぞるというような感じです。であんまり一気にカーブを作ろうとせずに、ちょっとずつちょっとずつなぞっていくと綺麗に描けます。でこんな感じでちょっと定規がねずれちゃったりするので、そこはちょっと注意で、あんま定規を動かさないように描くように心がけてください。でこれ最初ねちょっと難しいと思います。なかなかこのオブジェクトに曲線をうまく合わせられなくて難儀すると思うんですけど、私もねちょっと最初難しかったんですけど、やっていくとめちゃくちゃ早くできるようになるので、これ何回かやってみてください。でこういうちょっとカーブが本当にうまく合わないなっていう時は、画像をズームするんです。こんな感じ でそうするとうまく合うようになります。なのでズームしてルーラー動かして、ズームしてルーラー動かしてみたいな感じでやっていくと綺麗にできます。であんまりこのオブジェクトに正確に合わさなくても大丈夫だと思ってください。ちょっとぐらいずれてももう気にせずに次にどんどん進んでいく形の方が、後からね、まあ、調整というか書き直しとかもできるので、どんどん進めていってください。でプロダクトスケッチって、まあ、形は正確に取らなきゃいけないんですけども、そこまで精密にラインをきれいに引かなきゃいけないデッサンみたいなものではないので、まあ、シャッシャッシャーとねこうラフスケッチみたいなので書くとプロダクトスケッチって結構かっこよく見えたりするので、そういうのをね意識しながら書いてみてください。でこの椅子のボディのところ描けたんで、足のところも描いていきましょう。足のところも曲線ツールと、あと直線ツールが使えますね。ルーラーをこの時も使って綺麗なラインを意識して描いていきます。で大体なぞれたらですね、この画像のとこ一旦表示非表示でこうやって非表示にして、アウトラインのところだけ残してですね、このちょっと隙間空いてるところとかが多分あると思うので、そこを埋めていきます。でもう少しちょっと線加えたかったらどんどん付け加えていってください。はい、じゃあこんな感じで、黒いラインのところは完成になります。でここからちょっと色を塗っていくので、この画像レイヤーですね、画像レイヤー今不透明度 10% ぐらいにしてたのを 100% に戻して、で移動ツールを上のところから移動ツール選択して、ちょっと画面の端っこに移動させるような感じです。どこでもいいんですけど、ちょっとちっちゃくして色の参考みたいな感じで左上に今回は置いておきます。でこのスケッチの方も、移動ツール使えばですね、後から移動させたりとか、あとサイズを大きくしたりできるので、まあ、こんな感じで好きな描きやすいところに、配置してください。でこっから色を塗っていきます。で色を塗るときは必ず別レイヤーを作って塗るっていうのを覚えておいてください。右のレイヤーパネルのところのプラスボタンを押すと新しいレイヤーがどんどん上に追加されるので、これで新しいレイヤー作って、で、黒のスケッチですね、さっき書いた黒のスケッチのレイヤーを一番上に持っていってください。でこの黒のスケッチのレイヤーには色を塗らずに違うレイヤーですね、その下のレイヤーとかに色を塗っていく感じです。これはね絶対ちょっと間違えると後で困っちゃうので、一番上に黒のスケッチのレイヤー、その下に色のレイヤーを重ねていきます。で、ブラシはですね、基本グループの中のエアブラシっていうのがあるので、それを取って、で赤色を取ってこんな感じで塗っていきます。
でちょっとブラシのサイズがですねちっちゃかったので、ここで右にスライドするとブラシのサイズ大きくなりますね。でこんな感じでエアブラシでザーッと色塗っていってください。はめ出しちゃっても全然大丈夫です。後で消しゴムで消すので、今はざっくり色を塗っていきます。でベースの色が塗れたら、ちょっと濃くなってるところですね、シャドウの部分、このあたりが暗くなってると思うんですけど、これを塗っていきます。同じレイヤーに塗っていって大丈夫です。で色変えるときはダブルパックのところタッチしてもいいですし、こうやって、上下にこのカラーのところをスライドすると、上に行くと明るくなって下に行くと暗くなります。わかりますかね。上に持っていくとすごい白っぽい赤になるし、これを下の方に持っていくと黒っぽい赤になります。で赤の色相は固定のままで、明度っていうのね、明るくなるか暗くなるかっていうのが変わるだけなので、ここでですね、この暗さを調整してハイライトと、シャドウのところを塗っていく形です。でシャドウのところなんですけど、もう結構ね濃いめにグッと塗っちゃってもらって大丈夫です。この、 ソファーのクッションの下のあたりとかも結構もう真っ黒ぐらいなので、そのところはですねあんまり遠慮せずにゴリゴリ塗っていってください。で今回この椅子ハイライトはあんまり光ってないので、ハイライトはそんなに入れずに、普通のベースの赤とシャドウをグッと入れる感じでコントラストをつけて塗っていきましょう。でこの色をですねもうちょっとなじませたいなって思ったら、ツールパネル、ブラシのツールパネルのところにぼかしツールっていうのがあります。でぼかしツール取って、ここで太さまた調整して、この上からちょっとなぞってあげると、この濃い赤のところ と、薄い赤のところが綺麗に馴染んでいってくれるので自然に見えます。なのでこの辺でぼかしツールで後から調整していくとかなりいいと思います。はい、じゃあ色がざっくり塗れたんで、この際のところはみ出しちゃってるところですねを、消しゴムで消していきます。消しゴムも左のツールパネルのところに入っているので、それで選んで、綺麗に頑張って消していってください。はい、でこんな感じで綺麗に消えたので、このままでもいいんですけど、ちょっとこのテクスチャーというか椅子のザラつき感みたいなのを加えていきたいので、新しいレイヤーを選択します。空っぽの新しいレイヤー選択して、ブラシはですね、チョークパステルっていうのがあります、基本グループの中のチョークパステルです。でこれでなぞるとちょっとこうザラザラっとしたような表現が出てくるので、それでこうやってテクスチャーを上からかぶせていくとよりリアルになっていくと思います。特にこの濃い部分とかをですねしっかりとザラつきのある、チョークパステルでなぞっていくといいと思います。でこのレイヤーパネルのところですね、さっき開くとブレンドっていうところがあって、ブレンドモードっていうね描画モードとも呼ばれたりするものなんですけど、下のレイヤーと色の重なりの、変更をすることができます。焼き込みとか焼き込みリニアみたいなのにするとかなり濃く色が出たりとかするし、スクリーンっていうのにすると明るくなったりするんですけど、ここで描画モードを変えてからやっていくのもありですね。なのでちょっと一回消して、今回はですね重なり合わせっていうブレンドモードにしてます。でその重なり合わせのブレンドモードにした状態で上から、ちょっと濃い色で、ブラシは、チョークブラシですね、チョークパステルで上からなぞっていきます。
see all it has. It's a guitar and a snare drum. Bang on it. It's this life. I guess it's fine.はい、じゃあ最後ですね、足のところも色を塗って完成に持っていきます。足のところを塗るときはまた違うレイヤーを選択して、色を取って塗るようにしていってください。で、まあ今回の塗り方なんですけど、ざっくりですね、何でもいいのでブラシで、ベースのカラー塗って、その上からシャドウとハイライトをザーッと塗っていって、ではみ出しちゃったところを消しゴムで塗るっていう形にしていってます。一応塗りつぶしツールとかもあるので、そっちが好きな人は塗りつぶしツールでやってもらっても全然大丈夫なので、塗りつぶしのやり方とかはちょっと1個前の動画に戻ってもらうと細かく説明してるので、その動画はですね、さっきも言ったように概要欄の方に載っけておくので、そこから飛んでいってください。はい、じゃあこんな感じで完成になります。いかがでしょうか。で、レイヤーのところを見てもらうと、今回レイヤーはそんなにたくさん使ってないです。塗りのところがボディの塗りと足の塗りのところがあって、一番上にアウトラインですね。線書きのやつが一番上に配置されてます。で、下のところにはですね、画像レイヤーが配置されてるっていうような感じです。で、書き出すときとかはですね、最後もう画像レイヤーは消しちゃって、その上で書き出ししてもらえるといいと思います。で、今回はですね、画像トレースって言って、画像を配置して上から線でなぞるっていう結構初心者向けのチュートリアルだったんですけど、この画像トレースでも結構頑張るとクオリティの高いものが作れたりするので、まあ、ちょっとこういうコーヒーフィルターのね、ケメックスのおしゃれなコーヒーフィルターとかね、書いてみたいなと思って書いたんですけど、結構うまくいったので、ちょっとこういう複雑なやつはですね、有料のコミュニティ、私 iPad Mate っていう有料のコミュニティやってるので、そっちの方で紹介していきたいと思います。オンラインコミュニティの方ではライブ配信とかを毎週やってて、そこで結構みっちりしっかりめにチュートリアルをやってるので、もうちょっと詳しくやってみたいとか詳しく知りたいっていう人は、ぜひオンラインコミュニティの方も見てみてください。概要欄の方にリンク載っけておきます。はい、ということで今日は以上になります。今日は定規ツールがね、結構ポイントですね。ぜひこの定規ツール使いこなせるように頑張ってみてください。またオートスケッチの、チュートリアルたくさん出していきます。何せこれ無料のアプリなのでね、皆さん使えるようになってほしいなって思ってるので、次回も楽しみにしておいてください。はい、ということで、よかったら高評価ボタンもお願いします。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。